今日の切り裂き5つずつの違いと思いました。ということでですね、今ですね、深夜の12時なんですけどね、これが今の切り裂きです。さあ、皆さん、聞いてみましょう。それで深夜の切り裂き12時です。何してますか？ドライヤーしてました。はい、だけど、お前のせいでドライヤー切ることになっちゃったの。ごめんなさいね。ちょっと待ってね、まだね。はい、コツンコツン。痛い。はい、ごめん。はい。深夜の12時、何してますか、お母さん。あ、お酒取ってきて。あ、酒飲んでるんですか。はい、お酒持ってきてあげて、親父。親父何してるんですか。タバコ吸ってる。ねえねえ、お母さん酒強いよね。強い、だんだん強くなってきた。どうや、妹は。妹今テスト期間なので。あ、そうですか。まあ頑張ってね、テストね。うん、ね、今回は学年トップを目指します。お前誕生日だろ、今月ちゃんと誕生日プレゼントやっからな。ほんとや、前もあげたから返さない。ない。じゃあ徐々に連れてってね。今年はホールケーキなんだよ。ごまかすな、お前。ホールケーキ丸ごと食べたいねんて。そうなん？ね、うん。で、ろうそくでふーってするね。まあ、楽しみにしとけ、誕生日。とんでもねえことしてやる。親父何しとらん？タバコ吸う未来わからん。ということで、これが深夜の切り裂きです。ということで、皆さんさよなら。おやすみなさい。バイ。アデュー、アデュー、アデュー。アデュー。アーイ。あーい。